検察官の定年を引き上げる検察庁法改正案について、立憲民主党など野党各党の国会対策委員長が会談し、与党に対し森法務大臣の委員会への出席を求めることを確認しました。野党側は定年延長の基準を明確化しないと採決には応じられないとして徹底抗戦の構えを見せていて、週内の採決を目指す与党との間で駆け引きが続いています。